大坪清は、日本の実業家。住友商事代表取締役副社長を経て、連合代表取締役会長兼社長。関西経済連合会副会長、日本政治連合会副会長、両層会理事長なども務めている。大阪府豊中市生まれ。大阪府立大手前高等学校を経て、1962年、神戸大学経済学部卒業。 住友商事に入社後、一番弱い分野を希望しかみ、パルプ化に入る。兵庫県天ヶ崎市にある摂津聖市への出向を経て、1966年に不創修行専務取締役。1988年マレーシアのクアラルンプール支店長。1992年住友商事取締役。1996年常務取締役。 繊維部門本部長を経て、ロンドン駐在の欧州総支配人在任中の1999年には、バブル景気崩壊後に、負債2000億円を抱えたセッツの問題で、住友銀行との交渉を進め、連合とセッツとの合併を実現した。2000年住友商事代表取締役副社長に、昇格。2000年連合を代表取締役社長。 2014年から空席だった会長を兼務して代表取締役会長兼社長となる。その他、関西経済連合会副会長、関西財界などが発展途上国の人材育成のために設立した太平洋人材交流センターの会長、関西生産性本部会長、全国段ボール工業組合連合会理事長、日本政治連合会副会長、 神戸大学社会科学系の同窓会、同窓会理事長等も歴任している。7人兄弟の4番目に生まれ、長子から4人揃って、大手前高校に進んだ。大手前高校と神戸大学では、バレーボール部に所属。学生時代2年間、住友商事の女子バレー部を指導しており、美人が多かったことから住所に入社した。設置精神への出向で、連合創業家。 長谷川薫の地偶を得て、連合社長に昇聘された。逆説の日本史から、多くの資産を得ることができるとして全巻揃えている。孫娘は、宝塚歌劇団花組男役の保、純真宏。ありがとうございます。